小暮さん、おはようございます。今日は先発ですね。いいピッチング、はい、開幕戦、そうですね、上位の初試合ちょっと期待しますよ。お願いします。前回センターで思いっきりドエラーをしましたけど、そんな僕とはもうおさらばですよ。お外野を持ってきたんで。お今日外野で出るの？先発レフト。ほんまやん。そうそう、なんで知らん。もう消去法でしょ。負けるじゃん。じゃあ小暮さんだからレフトめっちゃ飛んでくる。沖山さんの方が良くない？しんちゃんには悪いけどどっこいですよ。だからまあバッティングいいしね。最近ね、うん、前回もちゃんと円通ってるしね。円通ってるしね。ちょっと頼むよ。この球場だったらワンチャンあるんじゃないの？まあ狙うとろくなことないんで。あ、ズミさんないかな。まあ。ジョイのキャプテンとしてですね、初陣を気持ちよく飾ろうと思います。お願いします。今日はセカンド、はい、お、スタメンですね。スタメンです。お、いいプレーを期待してますよ。ちょっと打ちますけど。お、いいね。今日ちょっと強い相手だけどね、はい、頑張ってください。引っ張らないように頑張ります、はい、頑張ってください。お願いします。お願いします。今日も頑張ります。いや、頑張ります。あ、なんか今日短いな、なんか。よろしくお願いします。お、僕に対して塩対応だな。悲しいな。大好きです。はい、お願いします。はい、篠原、今日は、お、4番やん。そうなんですよ。いいやん。最年長番で。お、打てる？お前なんかいつもホームラン打つ言ってるけど、打ってないからな。ちょっとな。ホームラン取りならちゃんとツーベース打ってるんで。あー、まあ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 。その体型でツーベースは物足りんぞ。まあまあ、そうか。4、ホームラン。今日は2番、ライトですね。やばい。どうすか？多分今日一発、やっちゃいます。あ、もう、どういう意味の？どんな意味？多分、ワンヒット、ワンエラーは、ちょっと面白いな、なんか最近。どうしたん？エンジンもなんかさ、うん、あんまなんか、なんか微妙じゃん最近。はい。近藤さんですね。おはようございます。おはようございます。今日2回目ですね。2回目です。どうでしょうか？前はいい守備を見せていただきました。まあ、2回目で、はい、多分途中出場って聞いてるんで。そうですね、途中からですね。そうですね、まあ、守備で、高校野球見せてもやっぱ守備から、リズム作ってたんで。それとあとはまあ途中出場で相手強いみたいなんで、はい、ちょっと流れ変えれるように頑張ります。いいですね。お願いします。よろしくお願いします。木製バットで期待します。よろしくお願いします。初参加ですね。キャッチャーですか、本職は？キャッチャーです。おー。キャッチャー歴何年ですか？6年、6、7年ぐらい。おー、結構長いですね。いいですね。強肩キャッチャーで。お願いします。では続いて、信田さん。今日は1番センターですね。今日2回目ですよね。2回目です、僕。2回目ですよね。はい、さあ、報徳学園出身ということで、ちょっとハードルはちょっと高くなってますが。そうですね。一つ言いたいことは、はい、僕レギュラーじゃないんで。あ、そうなんですか。期待しないで。おはようございます。大木さん。今日は、え、今日途中から先発？今日途中からと。あ、途中からレフトですね。はい。いいですね。どうですか、今日は。今日は。スパイク持ってないんだけど。あら、今日はそれで、乱手で。つるつる。滑るかもしれないですね。ちょっと気をつけて、中川のようなバッティングを期待します。よろしくお願いします。今日は途中からやな。じゃあ途中から、はい。はい。ですが、上から撮ってあげようか。あ、ありがとうございます。今日は、初公式戦なので、はい、まあ、いい成績を出せるように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、俺昨日さ、すげえショックなった。何すか？なんか数ヶ月前から、耳痒くて、うん、おじくったら、耳毛が生えてた。俺も男として終わった。俺も終わった。ちゃんとケアができてなかった。うん、初めてだな。左耳。俺も無理だよ。男として終わった。ちょっとやばい。積もったやばい。お願いします。お願いします。こんにちは。今日は晴天にも恵まれて野球日和ですね、はい。よろしくお願いします。うわ、最強系。カットだ。絶対ありがとうございます。おいたしさん、今日は、ジョイの試合ですか？いかがですか？今日は、久しぶり。久しぶり。何やる？今日は、全力で盛り上げます。今日は、そうですね。ランナーコーチなんで、知らません。ランナーコーチ、何しよっか。まあ、一緒に盛り上げていきましょう。どっちかというと暴走を促したいと思います。よろしくお願いします。はい、最後は我らが総監督山上修一さんですね。ジョイの初試合です。宮迫です。ほほいのほほいのほかほほいのほか。テンションおかし
ですよ。釣りはやってないから、ね。よろしくお願いします。まあ、相手は大倉一部の1位の NST さんです。胸を借りるつもりで、はい、負けて当然の気持ちで勝ちに行きましょう。はい、はい、じゃあ声出しを。はい、黒岩くん、おはようございます。おはようございます。よく見るな。ジョイチーム初の公式戦ということで、今日はなんと団長さんの53回目の誕生日のそうです。おめでとうございます。実は僕も今日誕生日なんですよ。何歳？23歳何言うの？共同さん。これ何？どんな気持ち？負けでね、負けで。負けで。よさこい、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 こい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 。この時どうすんの？仕上げて、仕上げて。消えていけちゃおう！最高！はい！やばい！なんか間が悪いね。はい、どうも福山です。今日は火曜日対抗戦をお届けしようと思います。対戦相手は NST さん。はい、まずこの火曜対抗戦というのがですね、3グループに分かれて6チームずつ総当たり1回戦をやります。勝ち点方式です。そして上位2チームが決勝トーナメントへ出場します。我がジョーカーズは人数が多いので2チームでエントリーします。あんちゃん。はい、そしてジョーカーズチーム A が楽しく勝つ、ジョーカーズチームジョイは勝つより楽しくです。はい、ということでね、今日はジョーカーズジョイの方の試合なんですけども、対戦相手が NST さん、大倉リーグ1部の1位のチームですね。これはまあ普通にやってたら勝てないとね、思うので、今日はもう泥臭く1点を取りに行く野球をねしたいと思います。まあ1番にね報徳学園のドブタ君を置いて、2番黒岩、なんでこれギャグですかねこれは。で3番が、あ、終わっちゃった。はい、初回1番ノブ、ここがボール選んでファーボール。はい、続く黒岩君が初球を、何でしょうこれ、ギャグですかね、全くサイン出してないですけど。追い込まれてからの3球目を信太くんが盗塁、これは成功。すいません、これカメラ1個しかなくて。そして 2-3 と追い込まれてから黒岩くんがここから粘りを見せます。またファール、なんか2番っぽいですね。またファールと。そしてもう8球9球目ぐらいですかね。ここで信太がスタート、そしてちゃんと見送り、フォアボール、2番っぽい。いろんな意味でイラッとするのこれ。そしてランナー1、3塁から3番の小安さん、ここでゴロゴーのサインです。ゴロしっかり打って、3塁ランナーホームイン、ゴロゴー決まりました。そして4番の篠、しっかりデッドボール。そして上野が倒れて、司さんもフォアボール。さあ満塁でバッターがズミ、はい、ショートゴロ、これはやばい。しかしショートの送球ミスで1点。この回なんとノーヒットで3点。さあ野球歴2ヶ月の永田ちゃん、初打席当たった、当たった、すごい。さあ1回の裏、先発は小暮、おっと3塁に牽制するも塚崎が見てない、1点。さあまたしてもランナー2塁でセカンドに牽制、ボールはセンターへ。セカンドが野球歴2ヶ月の永田ちゃんなんですよね。ちょっと周りもね、もうピッチャー牽制いいよって結構強めのヤジを飛ばしてましたけど。さあ打球がキュルキュル打法、セカンド飛んで、はい、これは軟式あるあるですね、3点目。さあ新戦力の信太くん、振りが速い。さあ2番の世界の黒岩、ズドーン、ナイスバッティングです。ただここですね、打っ
してなぜかヘルメットを脱ぐと。これ三塁打になったんですけど、彼結局三塁までヘルメット持ったまま走ってましたからね。ちょっと何やってるかわかんない。さあ小屋さん、おっとピッチャーフライ、ツーアウト、続く4番しの、またしてもピッチャーフライ、ダメよダメダメ。ただこの先発団長がですね、ゴルの山を築いていくんですね。多分相手チームさんもね、こういうピッチャーあんま対戦してないんでしょうね。超スローボールとね、超スローカーブのね、織り交ぜて、まあ、僕にはあんま違いが分かんないんですけど、はい、バッター永田ちゃんですけどもね、相手投手もしっかり思いっきり投げてくれてありがたいですね。ただ永田ちゃんストレートにタイミングを合わせるんですよね。スイングも綺麗ですしね、まあ、最後は三振と、まあ、今後に期待。さあそして3回団長、まあさすがにスリーラン。その後はですね、まあ相手投手が尻上がりに調子を上げてきたっていうのもあるんですけどね、まあボンダボンダフライばっか。まあね、これ良かったけど、ズミもね、はい三振と。ミノさんはダメだね、ラコも今日ダメだったね。はい、同じコース。5回からはズミが投げるんですけどね、まあジョイのエース、まあ、ジョイはズミと証券と団長しかいないですからね。はい、最終回バッター大きい、はい美濃さん、バッタートップで報徳のノブ、これはセンターフライト、ツーアウト。さあラストは代打の神、ジョーカーズのベーブルースことスーさん、推定57歳6かな、いった、アウトです、ゲームセット。はい、まあ強豪相手にねいい試合はしましたけどもね、やっぱり見逃し三振とかも多いので、つなぐ野球でしっかり次は勝っていきましょう。余った時間で練習試合で、ね、新戦力の近藤君、ナイスバッティングですね、今後に期待。今日は裏方で頑張ってくれたリクもね、しっかり試合出てね、来週試合ですからね、Nチームを。そしてマウンドには銀座のカリスマ白間くんが登場、しっかり抑えます。まあ、プチ情報なんですけど、この日白間くんは免許の更新に行って髪型をカッコつけてきてましたね。はい、ここで今日はサポートを頑張ってた朝日くん、はい変化球は打てません。はい、ここでチャンスでジョーカーズの坂口健太郎がセンター前、2点タイムリーヒット、切ってますねこの写真の顔。バッター桜子、今日はダメでしたね、変化球は全部開いちゃうから。そして今日裏方やってたインパラも最後投げて来週に備えます。はい、ということでどうでしたでしょうか、ジョイチーム、次回も頑張りましょう。カメラ一つでごめんね。では